It's time, 9 p.m. You are listening to 88.8 Loping Radio You call sexy My music, my life Good evening from Radio Kagoe And welcome to My Music, My Life With me, Yuko Sexy And guys, how's your weekend?Do you feel tired or refreshed? 皆様こんばんは。日曜の夜いかがお過ごしでしょうか。 88.7 メガヘルツ FM ラジオ川越。この時間は旅するサックスプレイヤーの UKO ゆうこサクシーがお届けしております。 My Music My Life。 この番組は主にインストゥルメンタルミュージックとオートバイについて熱く語る30分間、どうぞよろしくお願いいたします。いやー、皆さん春が来ましたね。なんか一気に暖かくなって気持ちもなんかこうね、ハッピーな感じになってきましたけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私の近況報告としましては、3月に入りましてやっと私の去年からね制作しておりますセブンスエストレアの方がやっと最終工程プレス作業といいまして、そうですね、CD をね CD に音楽データを入れる作業といいますか、もう工場出荷中という段階まで来ております。そんなわけで3月に入りまして、ちょっとね私個人的に嬉しいことがありました。アルバムの中に入っている曲で Answer in the Sky という曲があるんですけれども、実はこの曲は原曲があるんですよ。もうこのねラジオでしかこれ語らないですけど原曲が実はありまして、それはね私が20歳の時に19歳の少年が私にプレゼントしてくれた曲が、まあ、原曲になっていまして、それをタイトル違うんですけれども、今回まあ約っていうか20年の時を経て私なりのまあアンサーソングという形で原曲のモチーフを生かしつつ私なりにちょっとアレンジをしまして、今回作った曲がアンサーインザスカイになっております。で、そのね当時19歳の少年は3月誕生日なんですよ。ですので先週出来上がった曲をですね、逆に私の方から今度はプレゼントさせていただきましたところ、お返事が来まして、非常に感動しましたと、こう自分も頑張らなきゃなという気持ちになりましたというお返事をいただきまして、ちょっとどうそれね送るまでもやっぱりさ20年も経ってるからさ、まあ20年間全然連絡取ってなかったわけじゃないんですけれども、これは送るべきなのかいろいろこう葛藤があったんですけれども、まあやはりここは送らないで後悔するよりは送って後悔しようということで、でもね送ってみて本当に良かったなと思っております。私もこう自分でこう作ったり演奏することによってこうね人を少しでも励ますことができるんだなって思うと、やっぱりねこう作って良かったなというふうに思っております。ということで、メッセージ一件来ておりますので読めるかな、ちょっと行きたいと思います。ラジオネームウィズビーさん、ゆうこちゃんこんばんは、いつもラジオの時間楽しみにしています。もうすぐ桜の季節ですね。今年のお花見の予定はもう決まりましたか。私は3月25日ゆうこちゃんのライブ前に目黒川を歩いてみようかと思います。ばったり会えたら勝手に運命感じときます、かっこ笑い。ありがとうございますね。もうすぐですね、3月25日そうなんですよ、中目黒でねライブをやるのでね、私もちょっとね時間を見つけて、目黒川沿い行ってみたいなと思っておりますので、私も勝手に運命を感じちゃうかもしれませんお楽しみにということで、ウィズビーさんにはオリジナルステッカーを差し上げたいなと思います。
それでは本日も1曲ねお届けしたいなと思います。今日は日本人ピアニストの方の曲でございます。 Alright, so now let's kick off the show with this track right here on 国分ひろこ Starland。インストで映画音楽のコーナー。本日は考えろ、裏をかけ、そして未来を手に入れろ、カイジね。えまさかねこの番組でカイジ来ると思わなかったでしょう皆さん。だってねほとんどこうもう何ですかね、歴史的名作ばかりが毎週毎週並んできましたけれども、なんでカイジって思ったかもしれませんけれども、私ねカイジね何が好きってね、音楽めっちゃ好きなんですよ。最初ね見た時はね試写会だったんですけれども、なので全然こうカイジの前知識全くない状態で全然興味もなく見たんですけど、サウンドトラックもう曲めちゃくちゃもうツボツボです。もうすぐねサウンドトラック買いました私。カイジね、ワンツースリーと出てまして、ワンが、人生逆転ゲームが2009年に出てまして、その次ツーが人生脱会ゲーム2011年、そして、2020年にはファイナルゲームという3作品出てるんですけれども、藤原竜也さんがねもうハマり役でしたよね。この映画でも非常に有名になった悪魔的っていう言葉がありますけれどもね、見た人はねすぐわかると思いますけれども、あのビールをねクーって言いながらねキンキンに冷えて悪魔的って言ってるあの感じがね毎回割と出てくるんですけど、本当にマジで私ビール全然飲めないんですけどめちゃくちゃ美味しそうに飲むんですよ。まああと、もともとはコミックが原作なんですけれども、ざわ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 っていう言葉もね結構流行りましたよね。まあ、私ね全部見ました、ワンツースリーと見ましたけど、やはりね1かな、やっぱりね1はねよかった一番よかった。まあね、あのね天海祐希さんとね香川照之さん、もう香川さんのあのねもうこうねダメな人間ばっかりが集まるんですよ。もう本当に借金とかしまくっちゃってるようなもう本当に底辺の人たちがあのカジノのあの船に集まるんですけど、そこでねこうお前ら聞けみたいな感じで発するんですけど言葉を、あのね力の入れよう、まあ、どうして香川さんがあんだけ熱弁できるかっていうのはまたねこうワンツーと見ていくと彼の歴史もちゃんとあるんですけれども、ぜひとも見てない方いらっしゃったらねぜひとも見てほしいんですけれども、簡単にストーリーをご紹介したいなと思います。定職に就かずに自堕落な毎日を過ごしているフリーターのカイジ。気のいい彼はある日友人の借金の連帯保証人になりますが、彼が夜逃げしたせいで多額の借金を抱え込みます。しかし遠藤凛子という悪徳金融会社の社長らしき女が目の前に現れて、カイジに夢のような提案を持ちかけます。それは借金を帳消しにして、しかも大金をも手にする大チャンス。カイジはそのチャンスをつかむため遠藤の誘惑に触発されるままギャンブルクルーズになだれ込みます。かくして一世一代命がけの人生逆転ゲームが始まりますということで、ざわ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 してきましたね。それではですね、私が非常に感動したこのカイジのワンツースリー使われている曲を聴いていただきたいと思います。ゆうこサックス My music, my life。 ゴーゴーオートバイのコーナー。このコーナーでは
バイクが大好きな方に愛車を熱く語っていただいたり、全国のおすすめツーリングスポットのご紹介や、初心者ライダーの私優子サクシーが初心者目線でバイクのあれやこれやいろんなことをお伝えしていきたいと思います。本日のおすすめツーリングスポットはこちら、東京湾を一望、大人気の海ほたる。私ね、昔海ほたるすごい苦手だったんですよ。なんでかっていうと、私閉所恐怖症で、昔ね、なんか演奏の帰りかなんかでどうしても海ほたる使わなきゃいけない時があって、多分土曜日か日曜日だったと思うんですけれども、海ほたるってあのこう海のね、下というか海の中、トンネルの中入っていくと海ほたるに着くんですけど、混んでるんですよ土日って。結構もうずいぶん前、10年以上前なんですけど、でね、あの海ほたるのトンネルの中がめちゃくちゃ混んでて全然進まない時があって、で閉所恐怖症の私にとってはね、それがもう本当にね、もう呼吸ができなくなっちゃうぐらい、なんかこうパニック症候群といいますか、そういう風になっちゃって、それ以来ちょっとダメだったんですけど、去年意を決して平日に行ってみたら、なんてことはなくスイスイスラスラ行けまして、あの克服ってわけじゃないですけど、平日だったら大丈夫な場所っていうことで行ってみました。海ほたるね、最高ですよあそこ近かったら本当ね、すっごい行きたい週1ぐらいで行きたいぐらいね、もうめちゃくちゃ素敵な場所です。こうなんて言うんだろうね、東京、本当に東京湾を360度眺めることができると言いますか、簡単に、海ほたるご紹介したいと思います。東京湾アクアラインの中間に位置する海ほたるは、ドライブでもツーリングでも人気の千葉のパーキングエリア。東京湾の真ん中に浮かび、海の景色を360度のパノラマで眺められます。レストランやショップなどが充実しているほか、足湯の無料サービスなどもあり、旅の休憩にもってこいのスポット。夕暮れ時には水平線に沈む夕日の幻想的な景色を見られます。そうなんですよ、このね、足湯がね、無料の足湯があって、もう何時間でもいられるね、目の前バーッとこう大きい海原といいますかね、海を見ながら、足だけね使ってね、でなんか何ですかね、もうちょうどね夕焼けぐらいの時期がね最高ですね。あそこ結構写真撮影なんかでもかなりね、いいよね。今度ちょっと楽器持ってこうかな。ただね、ちょっと通行料金ちょいちょい高めですね。通常料金ですと税込み2510円なんですよ。ちょっとね、ちょっと高いよねやっぱりね。で、まあ一応24時間空いております。駐車料金も無料となっております。あのかなり食べ物系も充実してますので、1日いてもね飽きないですね私は。で、千葉の結構名産品、例えばアサリとかのねラーメンとか、チーバ丼とかもあったりね、結構ね美味しそうなのいっぱいあるんですよ。ただね、今まん延防止の期間に入ってますので、3月21日までの期間は一部店舗では営業時間を短縮しているそうですので、お出かけになる際はですね、事前に海ほたるのウェブサイトを確認してから、行かれてみてください。あー、そっか、それこそバイクだったら渋滞知らずってちょっと思ったんだけど、私ね最近やっぱり暖かくなってきてバイク結構乗るようになってきてるんですけども、あのバイクさ、結構すり抜けするのがもう当たり前みたいな感じになってるじゃないですか。まあわかる、その気持ちはわかるし、私もやりたいんだけどね、まあ危ないよね
普通に考えて、普通に考えてやっぱ慣れてる人はね、本当信号とかになるとスイスイスイとね先頭まで来てね、そして信号変わったらさささっと行っちゃうんだけど、いやーね、まあ、できる人ちょっと羨ましいけど、私はねちょっとねまだまだっていうか、言ってもさ言ってもさ、その多少じゃん、多少早く着くかもしれないけど、もうそんなのなんかちょっと50歩100歩かなと思って、そんなに焦んなくてもいいのにって最近はねもう思うようになりました。そうだからそんなにねさささん、ふんふんみたいな感じで右からも左からもなんかこうすり抜けるのとかね、まあやらないかな私は、うん、なんかあの全くと言ってダメってわけではねないのかな、ない場合とダメな場合といろいろあるらしいんですけども、まあライダーの皆さんはその辺はねもうそろそろ、バイクのシーズン到来ですので、お気をつけて、くれぐれもお気をつけて運転してほしいなと思います。もうね1年経ちましたけど、今でもねあのやっぱり安全第一なので、一応プロテクターはつけて運転しております。どんなにあの短い距離でも、まあ一応保険っていう感じでね、もうあと1年2年ぐらいはねやっぱり、うん、保険というかお守りという感じで、私はちょっとプロテクターを、めんどくさいんですけどつけて運転しようかなと思っております。そんなわけでね、実はね明日ね私木更津で仕事なんですよ。そう、木更津のスタジオでちょっと音楽作る仕事があるので、これはもしや海ほたる寄れるんじゃないか疑惑がちょっと出てきましたね。ねえ、行っちゃおうかな、時間見つけて行っちゃうべ、行こう、誰か会えるかしら。このコーナーではバイク大好きな人のインタビューも募集しております。ゆうこサクシーのツイッターまたはインスタグラムのバイク専用アカウント @UKO バイクをぜひぜひフォローしてくださいね。以上、ゴーゴーバイクのコーナーでした。サックスプレイヤーゆうこサクシーがお届けしておりますマイミュージックマイライフ、そろそろエンディングのお時間となりました。今夜かけました曲2曲、国分博子さんのスターランドとカイジの曲、両方とも8分の6拍子でしたね。私ね8分の6拍子がねめちゃめちゃ好きなんですよ。あの私の曲青いかげろうも8分の6拍子なんですけど、なんでしょうねこれ、多分もうねよくわかんないけど DNA レベルで好きですね。どうしてかな、なんかあれかな、ずっとこうたどるとヨーロッパ系の血が入ってるのかなって勝手に思ってるんですけど、なんか8分の6の曲ね本当昔からなんでしょうね、聞くのが好きというか、もう知らず知らずのうちに集めてる曲は8分の6になってしまっております。今日この頃でございます。メッセージにもありましたけれども、3月25日の金曜日、ゆうこサクシーライブがあります。ゆうかホリック10周年記念公演、秋夏秋冬の夏公演、まあ、まだ夏早いじゃんって感じなんですけど、一応春夏秋冬ということで、夏公演が3月25日あります。場所は中目黒の楽屋、18時オープン19時スタートとなっております。女性4人のユニットになっておりまして、ユーカホリックというユニットはですね、日本の曲を主に、やります。日本の曲をジャズやボサノバに、こう私がいろいろアレンジしましてお届けしているユニットでございます。ご予約優先になっております。お店の
会場の電話番号を申し上げます。03-3714-2607 03-3714-2607。ゆうこ作詞のウェブサイトからも、ご予約受付しておりますので、チェックしてみてください。この日はですね、私のファンクラブ会員 with you 会員の特典としまして、終演後会場にて、プチ打ち上げがありますので、ファンクラブの方はぜひとも、参加していただければと思います。そろそろね、皆さんもお花見の予定なんかをね立て始めてる頃だと思うんですけれども、私はですね4月の2日の日に埼玉県の瓶沼っていうね、あのヘラブナ釣りで有名なところがあるんですけれども、そちらで釣りをしながら、というのも毎週5時から、ラジオ川越でやっております小川一馬さんの釣りバカ仕事人というラジオ番組の企画で、釣りをしながら、その瓶沼っていうところがですねすごい桜の名所なんですね。なのでお花見しながら釣りを楽しみたいと思います。この番組では皆様からのコメントをお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ UKO ラジオでつぶやいていただければ番組内でピックアップしていきます。またゆうこ作詞公式 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube チャンネルもやっていますので、ぜひともフォローやチャンネル登録していただけるとありがたき幸せです。それと時間が遡ってしまうんですけれども、日曜日の夕方5時からラジオ川越小川一馬さんの釣りバカ仕事人という番組で、ゆうこ作詞はアシスタントと番組内の音楽も担当しております。こちらの番組の方が私の曲がかなり流れますので、ぜひぜひチェックしてほしいなと思います。 Alright、 それでは皆さん、また1週間乗り越えて日曜の夜9時ラジオ川越でお会いしましょう。お相手はサックスプレイヤーのゆうこ作詞でした。Thank you for listening to my music, my life on Radio Kawe. See you next time.